ジル -135 は1950年代にソビエト連邦のジルで開発された四軸八輪の大型軍用車両である。ソビエト連邦軍や輸出先の友好国でロケット弾や多連装ロケット砲の輸送機律発射機として運用された。ジル -135 の生産は1959年からジルで行われ、1963年には まずでの生産に切り替えられた。このことから、ジル -135 の形式名を、バブ -135 と表記する例も見られる。車体は、同時期のソ連の電話車両であるまず -543 よりは少し小さいものの軍用車両としては、大型のもので、エンジンは、ウラル375に搭載されたのと同じ排気量6.9リットルの、 ジル -375 ガソリンエンジンを2機搭載している。ジル -135 を使用した自走ロケット砲システムとしては、NATO によりフロック -7 と呼ばれた QK52、ルーナ M の発射車両である QP113 及びロケット弾運搬車両の QT29、220mm 多連装ロケット砲を搭載したシステムである BM-27、 ウラガンの発射車両である QP140 及びロケット弾運搬車両の QT452 などが挙げられる。ジル -135 は前日の QK52、BM-27 のシステムを構成する車両として多数の友好国に輸出されている。無誘導ロケットの QK52 は一部の国で退役しているが北朝鮮や中東諸国では現役で また BM-27 も旧ソビエト連邦構成国や中東諸国において運用されている。ありがとうございます。